はい、今日なんですけど、今ちょっと秋葉原に来てまして、去年からね、すごいめっちゃスパチャをね、してくれてる神拓さんとね、秋葉原に来てます。こんにちは。神拓です。今日なんだけど、なんか、秋葉せっかく来たから、カードね、ドラゴンボールのね、カードショップを巡りたいんですけど、まずは、ね、おたちゅうさんね、来たんで、ちょっとリニューアルしたんだよね、おたちゅうさんが。いやなんか今ね、1階のカード屋がね、すごいいっぱいカード置いてあって、まずちょっとタチューさんから見ていきたいと思います。めっちゃ傾いてね。あ、回答表。神拓さん、これはどうですか？いや、優勝欲しくもうちょっと高くてよかった。はっきり言うな。お、基本ペン50円。500円も結構いいね。これうちの地元はこれに買い取り300円ですよ。ロベルっつってんじゃん。分かってんな。まああとは、あアイオス1万6000円はどうなんだろう。これ今いくらですかね。1万8000円ぐらい。マジ？おお、おお、9000円。お前上がりすぎだろ。はい、それじゃあね、新しいマイクの方を使って、店内風景の方をお送りしていきたいと思います。さあ、こちらのメモリアルパックのね、悟空、ベジットで魔人ブーがね、いたのがかなり驚きだったのと、やはりここ品揃えがすごく良くて、まあ珍しいね、カードとかが売ってたりとか、あとザマス合体未開封、天神ベジットもいるね。で、銀箔アバターと、この赤いアバターカードがね、今近況体やるとね、確率で入手できるよっていう、すごい高いねアバターカードなんですけどね、はい、集めてる人、コレクターの方だったりとか、高いアバターカードが使いたいっていう人にはかなりね、いいかもしれないです。で、こちらのね、ガチャ、まあ、これもやっぱり YouTube なんでね、まあ、ちょっとね回してみようということで、1回回したらね、こう魔人ドミグラのねアルティメットレアが出ました。はい、これ500円でね、なんか2回に1回 UR が確定らしいんですが、当たりのラインナップがすごいね、豪華で、まあ激怒とか、あと降臨悟空ね、スーパーサイジン3悟空、まあ、ラスト1に、潜んでたんで、ちょっとね回してみたんですが、すごいここ有料で、ほらもうすぐにね、これ2000円ぐらいしか使ってないんだけど、魔人ドミグラと、灰色のジレンが出たので、まあレート的にもすごい勝ちだし、でそれに続いて神拓さんも、ちょっと UR ね2回に1回出るからって言ってこう回したんですけど、結構ね内容が良かったイメージです。はい、すごいよね、この2回で UR 確定っていうのは普通にいいですし、リスクがねすごい少ないガチャだなというイメージでしたね。はい、これ2回目でね、シークレットレアの暗黒魔人ブーゼの、まあ、これも1000円でね、シークレットレアで、まあそこそこね古いやつ出てきてくれたので、まあいいじゃんって感じだったんだけど、その次にこれね、悟空 GT の HG5 段シークレットレア、まあ、自分が一番ねドラヒで好きなカーなんですけど出してて、でうわいいなーって言ってたらね、こう灰色のジレンとちょっと交換してしていいですよみたいな、交換でいいですよって言ってね、もらっちゃいましたってね。太っ腹。はい、この悟空 GT マジかっこいいよね。何枚やっても嬉しい。っていうことでね、まあ、秋葉原のね、ドラヒの専門店さんね、まあ、おたちゅう、ここすごいおすすめなので、まあ、ぜひ皆さんね、秋葉行った際は、ぜひね、寄ってみてはいかがでしょうか。はい、ポケモンカードとかね、あとストレージとかも充実してますので、すごくおすすめな、お店になっております。じゃあ、神拓さん、これ、買ったんで、教えていったやつ。あ、しかもオリジナルだった、やっと。再録じゃないのに800円、やば。え、しかもめっちゃ綺麗で、これは神拓さんに、ね、買ってあげたやつ。バラックかっこいい。お、綺麗じゃん。どこに傷があるのか分かんないね。俺分かんないな、どこにあるんだろう。見えない。すげえ、800円はやばい。超嬉しいんだけど。あとちょっとコマンとレア何枚か買いました。はい、おたちゅうさんはね、とりあえずこんな感じで。フルコンプさんで、オリパー6パック買ってきたんですけど、当たりのラインナップがえぐくて、釣られちゃいましたね。久々のオリパー開封です。やっぱ秋葉来たらね、オリパー開けなきゃダメでしょう。ということで、お、これじゃ何かちょっと分かんないな。はい、あ、ちなみにね、大当たりが
パラレル悟空、バイバイとチビ悟空、アイオス、あとシリアルもいたかな。んどこに入ってんのこれ。おー、びっくりした。あ、こんな感じなんだ。はい、外れるとそうだね、普通の UR が1枚って感じかな。まあ1パック2000円だから、これはちょっとね、外すと厳しいね。なんとしてでも当てたい。はい、ベジータベジータ、なんか熱そうだなこれ。ちなみに引換券が入ってるらしいです、大当たりは。いや、怖えー。うわー、ダメだ。引換券もないか、やば。あ、ちなみにね、引換券入ってるとね、UR が入ってないです。あー、そうそうなんですか。前ね、開けた時に知ってんだよね。あー、これもダメか。いや、マジで言ってんだこれ。ハイリスクだな。ただし当たればやっぱりリターンも大きいと。いや、全員400パックだからちょっとね、当たりづらいのかな。やばくない？やばいですね。これやばくね？これはきついですね。きつい。頼む、 UR 出ないでほしいな。むしろ出るなら宇宙人パワー。あー、次の人ちょっと当たりやすいんじゃないのこれ。いやー、ラスト1パックになってしまった。まあ、これだけテープついてるから出やすいです。こっちから行くわ。お、これノーマルじゃない？あ、おいしい。乾杯。1万2000円が、3000円になりました。パチンコかよ。まあ一番良かったのもメタルクーラーだね、こんな方と。いやー、じゃあもうこれはあれかな、もう太田中さんに投げちゃおうか。いや、ここおすすめ、回転寿司渦潮さん。じゃあ、それです。うん、まあ、寿司、それは一般的贅沢。怪事、これを食す。9万1000ベリカの散財。そしてそれをレモンサワーで流し込む。まさに贅にしてたく。うまかったっすか？美味しかったです。夜の秋葉原、おー、いいね。じゃあ夜も更けてきたことで解散しますか、そろそろ。はい、じゃあ上拓さん、マジありがとうございました。ありがとうございます。あ、拍手。ありがとうございました。はい、写真だけ撮って。あ、写真いいっす、いいっす。ふぅ、さあ、それじゃあね、ちょっと秋葉原から家に帰ってきまして、まあ軽く購入品紹介したいと思います。まあね、ちょっと深夜だからね、あんま大きい声出せないんだけど、まずこれはすごい個人的な買い物なんだけど、このね、ガンダムのアーセナルベース好きだから、ちょっとアセベのカード買いました。まあ環境カードなんかな、これどうなんだろう。ちょっとね、そんなにアーセナル詳しいわけじゃないから、ちょっと誰か教えて。で、これが超お買い得。見て、オリジナルのロベル800円。これはやばいでしょ。やっぱね、オタチューさんあれなんだよ、傷ありって書いてあるんだけど、全然傷なかったりするから、これね、大当たりで、はい、すげえ。あと、こちら、ストレージコーナーにあったカードです。はい、あー、懐かしい。そう、この大猿キャンペーン、集めてんだよね。で、このスパーキングキャンペーン、これ1枚30は熱い。で、ゴジータと、ロベルちゃんのね、これまだキューポケ、できてなかった気するから、ちょっとね、買いました。で、これがガチャで出たやつだね。はい、これ、魔人ドミクラじゃん。で、キャンペーン、SR キャンペーン。で、これがね、ちょっと、神さんと交換した悟空寺っていう。かっこいい。マジかっこいいな、このカード。なんでこんなかっこいい？もう、これ以上かっこいいカード出せないんじゃない？でね、これもちょっと、フルコンプさんの、ガチャで出たご飯なんだけど、これはね、まあ、確か1000円ガチャとかだったから、まあ、ちょい微妙かな。で、あと、遊戯王カード。だったりとか、なんとね、これすごい自分が大好きで愛用してる、このね、マグネットフレームっていうの、うん、これのね、ブルーをちょっと買ったんだけど、これどういうやつかっていうと、こうさ、まあ、スクリューダウンなんだけど、こう青いんですよ。こう後ろが青いから、こうやってカード飾った時にめっちゃね、青く見えるっていう。まあこれは特定のカードに使えます。ということで以上かな。はい、ということで、まあ、今回は秋葉原動画だったんですけど、めちゃめちゃね、ちょっとスーパーチャットで、ね、くれた神拓さん、ありがとうございました。いや、今日は楽しかったです。ということでね、今回もよろしく
ということで今回も、ね、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ツイッターフォローの方もぜひ、ツイッターフォローなんかもしていただけると嬉しいです。ということで、じゃあね。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。